今回のクラストリエは、お庭にプールが備わっているホテルライクな住まいをご紹介します。外からは平屋にしか見えないリビング階段のある間取りに、12畳のキャットルームが目を引く13匹の猫と共に暮らす住まい手のこだわりを反映させたリゾート気分が味わえる邸宅です。清楚な雰囲気に魅了されるホワイトで統一された玄関は、光沢のある素材をあしらうことで高級感を生み出し、訪れる人の住まいに対する期待感を高めてくれます。ところどころにブラックのアイテムをアクセントとして取り入れて、真っ白な空間がぼやけないように輪郭を引き締めています。南と西に大きな窓を配置した自然の景観を楽しめる開放的なリビングは、人も猫ものんびりとくつろげる癒しの場となっています。家族や仲間が集う場所には、ゆったりと座れる旭家具のソファーとともに、スピーカー内蔵のダウンライトから音楽を流して、ちょっとラグジュアリーな雰囲気に。テレビを埋め込んだ特製の造作壁で、ダイニングとの間を緩やかに仕切っているところも、圧迫感のない開放的な心地よさを感じさせるポイントです。お庭のプールやその先の自然を一望することができるキッチン&ダイニングは、食事を楽しみながら会話も弾むロケーションにこだわった間取りです。キッチン周りは間接照明を仕込んだ天井の造作や、背面の収納棚、シェードがおしゃれなオーデリックの照明など、グレーやブラックで統一しました。また、パナソニックのキッチンやデルタの水洗などは、住まい手自身が選んだアイテム、ツヤを抑えた質感の製品で揃えることによって、品の良いシックな世界観を表現。窓にはボタン一つで操作ができる電動シェードが取り付けられています。
ラスには長さ 5.5 メートルのプールに加えて、もちろんシャワーも完備。ソファーでくつろぎながら開放的な気分に浸れるリゾートホテルのような時間が過ごせる場所。テラスが面する裏手には他の住宅はなく、雄大な自然だけが視界に入り、人目を気にすることなく、思う存分プライベートな時間を堪能することができます。キッチンの隣には12畳もの広さがある猫専用のお部屋が作られていて、13匹の猫が仲良く戯れて遊ぶ、猫好きにはたまらない光景が広がります。キャットルームを抜けた先のテラスには住まい手の友人お手製のキャットタワーも完備。主寝室はセミダブルのベッドを2つ置いてもゆとりのある空間が広がって、住まい手だけではなく猫も集う居心地の良い場所となっています。休日にはプロジェクターで映画を見ながら猫とともに至福の時を過ごせるのではないでしょうか。鏡面に間接照明をあしらってホテルのように仕上げたウォッシュルームは、気品漂う美しさと洗練さに目を奪われる非日常感が魅力。洗濯機と乾燥機は食洗機でも有名なドイツの家電ブランドミーレを導入。一切の妥協を許さない住まい手のこだわりが感じられるセレクトです。リビング階段を上がった先にある広いロフトのような書斎は、他の部屋とは世界観が異なり、落ち着いて集中できるおこもり感を演出。フリッツ・ハンセンのセブンチェアを中心にシンプルに整えられたデスクは、余裕のある大人らしさが感じられる美麗なスタイリングとなっています。スタジオチッタがこの家にかけた思い、それは
住まい手が思い描く暮らしを最も大切にしたこだわりの素材やアイテムを引き立たせる家づくり。一つ一つのアイテムへの強いこだわりと猫との暮らしやすさにも配慮した人と猫が共にくつろぐことができる安らぎと高級感を両立した住まいでした。